いやあ、切な好きだよ。今回は、ベルのお菓子の家。次からやっていたいと思うんやけど、これあれやな。確かこの回からだったよな。あのこの回よな。これだよ。10年後の冷めた2人の世界。ミニゲームだよね、今回。しかもベル当てゲームというマリアがゲームを提案して、ベルを探してみろっていう。グロ戦いだ。クソ ベルがどこにいるのかわからないどれも同じ顔ばかりに見える思い出せハンスベルはどんな姿をしていた髪はああ <laughs> そういう思いた方がかんンパターンなん髪は栗色だったと思うんやけどあクリって感じは上の方じゃなかったっけこれか瞳色ったな瞳とかえ何やったっけな全然覚えてないけどバラ色だった かな服はあああれ何色な何色だったっけ全然わからん灰色かな首のリボンはそんなこと言おったか首のリボンのこととか触れよったかお前覚えてるわけないやろ群生って読むかな肌肌は言おったような気がする雪のように雲のように陶器って何だ,だ 陶器のように白いって俺知らん陶器って何真っ白な花瓶みたいなやつ雪じゃないんダメだめだ思い出せない間違えたんこれ間違えたらあかんパターンこれハウスここよあ10秒のカウント探せ探すのはいいけどちょっと待ってえ全然わからんあ本音邪魔え飛び上がっとお前飛び上がっとお前時間切れよハウスあかん あかんやつ、ミスたやつゲームオーバーこれ。ほ<う>、ほーらで、ね、やっぱり人間じゃないのよ、あなただって。くそー。人間ならわかるはずでしょう。相手が同じ人間か、家事くくかどうかぐらい、それがわからないなんてね。ヘンゼル、黙れ。え調子に乗るなよ、クソガキが。 魔女を威圧で圧倒したあれ戻ってこれたよ <laughs> 戻ってきたぞ <laughs> あれミスたらゲームオーバーとかいうそういうミニゲームじゃなかったんこれへ、えー <laughs> なんだそれあそうだそうだそうだあの前回のパートね何か何回でベルを見つけることができ,、ま、できるでしょうかっていうやつあったでしょこれ何回 <laughs> 挑戦は1回目で終わったけど見つけずに終わってしまったけんな これは、視聴者さんにはちょっとひどいんですけど、ノーコンテースというわけで、誰にも商品あげません <laughs> ハウスだってさ、一回って言っていいか分からんもん、これ。<laughs> 探せ、ね、見つけたわけじゃないもん。なんか、おるところに飛ばされてきただけやもん、これ。戻ってきただけやもん。よ、よかった、ハウスハウスどうした、ハウス 自分で見つけれんでちょっとがっかりしたんがベルのことは自分で見つけたい見つけれんかったもんなそりゃ悲しいよねえハンスハンスってばどうしたベル大丈夫ハンス顔色が悪いあ,ああお前のことを愛しているのに お前のことを探すことができなかったって感じ <laughs> あいつの声が耳に残っている人間ならわかるはずでしょ相手が同じ人間か家畜かどうかぐらいそれがわからないなんてねどうかしたん吐き気がする <laughs> <laughs> この声そんなに吐き気するの？なんかごめんな俺 視聴者さんすみませんね。吐き気するってハウスに言われたけど、この声どうなんだろう大丈夫なんかなみんなだ、視聴者さん,ん、視聴者さん的に。幻だったのかな今の場所は、幻であってほしいわ。10年後あんな感じは嫌じゃ。ああ、そうかもしれないな。ハウス、本当に大丈夫少し座って休んだ方が。いや、大丈夫だ。気にするな。 ささっさとここから逃げ出す方法を見つけ,ば見つけなければならんしな無理しないでねガキが気を使うな行くぞうん何があったんだろう声を聞いて吐き気がしたってそんでこれは何青い石の装飾が施された小さな鍵が落ちている鍵あそういやなんかここに飛ばされてきたらすぐの時に 鍵あ、閉まっとるって見た気がするなよな小さな鍵を使ったよっしゃーこっから出れるぞたぶんんすごく長い階段ほんと長いわなんか俺らの人生をかたどるような階段ですね人生、それ長く生きていきましょう転ばないよう気をつけろようまいなハンス 転ぶなっていうことがつまりさ、人生で実は絶するなってことか。ハンス上手いでないか、お前。ユうもあるうん。あれはあれ鳥かこすごくおっきい。ほんとでかハンス入れるでないか。かがむ必要もなく入れるか。いや、ちょっとだけ腰低くしなあかんけど、それでも入れるな。<laughs> 入れてしまうな。 よっしゃ、中になんか入っとうけど。なんこれ巨大な鳥かごの中に紙切りが一枚落ちている。<laughs> 誰が描いたかは知らんけどなんでわざわざ鳥かごの中に入れたんや。孤独と恐怖は七日目に呪いを生んだ。あなたと同じように、あの子にも。えなにこれ七日目っていうのはそういう。 恐ろしい意味を込めとるか。よくわからんぞ。ハウスえヘンゼル、鳥かごの中飽きちゃったでしょもう7日も経つんだもんね。疲れちゃったよね、ヘンゼル。ヘンゼル鳥かごの中に入れられとんでないが、7日も。へへ。安心して、私がここから出してあげる。 ヘンゼルは私のお兄ちゃんだから。あ、これ、グレーテルの声だったんじゃ。何、グレーテル、お前、自分の兄を鳥リガの中に入れとんなだ。<laughs> 安心して私がここから出してあげるってお前が入れちゃうんだのかかん。7日間 <laughs> お前、ドエどころじゃないぞ、お前。換気って言うんぞ、お前。<laughs> 人間としてやっちゃあかんこいやつお前。ヘンゼルを食べるのは私だから。何、お前、兄を、実は兄を食おうとしとんなのくさ。 はあ、えハンスどうしたの落ち着いて大丈夫だからねハンス大丈夫大丈夫だからすまないどうして謝るのハンス悪いこと何もしてないのにねえハンス 間違っていたらごめんね。なんだ。あなた、魔女を知っているの知っているよ。知ってるともベル。でも君、ちょっとえ、ちょっと、察しがいいね。そういうことも嫌いだよ、私は。お前は魔女の名前を知っているか。えそりゃあ、マリア・マグダレーネやったんやけど、 だと思っとったんやけど、今の聞いたら、グレーテルって名前なんやな。知っているかマリア・マグダレーネ。誰だって知っているわ。ベルはまあそう思う。だが、実は違うって感じや。マリア・マグダレーネは死んだ。もういない。あ、そういや何だろう。さっき、えヘンゼルとグレーテルっておって、なんでグレーテルーって名前なのにマリアって使ったんなんて話になっとんか。そうやな。 マリア・マグダレーニは死んだ。もういない。でも、ハンス、一緒に見たじゃない。キッチンでも、さっきの赤い場所でも、魔女の姿を。そうよな。マリア・マグダレーニは魔女じゃない。ああ、そういうことか。なんつうか、マリアは魔女だと思いとったけど、魔女じゃなくて、なんか、よく言う、なんつうか、影武者みたいな感じだったんだ。魔女にわ雇われたんかな、マリアさん。 高月収やったけん、ちょっと魔女の影武者やってみたいんか。<laughs> そんな、ちょっと命,命に関わるような仕事やらんでもいいのに。まあ、とりあえず、マリアと本物の魔女は別の人だったわけか。マリアはただの食人症 <laughs> マリア、お前、一食い酔いよったんじゃ。魔女ではなかったけど、一食酔いよって、ひと酔ったんは本当だったんじゃ。お前 <laughs> 魔法なんて使えない。ただの人だった。人を食うところでただの人とは思えんけど、俺には。人を食う人だったんだ <laughs>。さらっと言うけど、ちょっとおかしいよ、それ。ハウスそれ、おかしい。あの魔女は、俺の妹だ。え妹ってあのー、ここに探しに来た妹だろ確か、マルガレーテって言うただろ。妹な だから、思い出して吐き気して、しかも昔のトラウマも思い出して、な感じか。妹だ。え探しに行って。なんか数、数日間行方不明だったらいつの間にか魔女になってました的なパターンえすごいな、このゲーム。俺の、ね、予想の斜め行ったんじゃない視聴者さんもそう思うんじゃないかな完全に予想はの斜め上行ったんやけど。 もう探しとった妹自身が魔女になってましたみたいな感じで。マルガレーテだった。そんな。おかしいの言えば、ここは、俺の家だ。うそうそやでも <laughs>。ハンスめっちゃお前。現実主義者の割にはやたらめヘンチックな家げあでも、ヘンゼルとグレーテルやけんか。いや待てよ。 <laughs> ヘンゼルとグレーテルに出てくるお菓子の家ってヘンゼルとグレーテルのものではなかったような気がするんやけどただお菓子の家見つけてそこにそこに入るところは覚えておくけどどんな話だったかな本当にちょっとちょっとベルがちょっと怖がっとる怖がっとるハウスそりゃそうやろうなハウスはや一応なんだかんだで優しいとはいえまさか魔女の兄だったとはみたいな 感じか。逃がさないわー、魔女だ。魔女がなんかテレビのなんか心の中に、心の中に直接話しかけー <laughs> ベルベルが連れ去られた。さすが魔女。転移魔法とか使えるんか。<laughs> くそ連れて行かれた。ベルだけを狙って。そうじゃあ、あいつ。 小さい子供を食べるんが趣味だったんやったそれってマリアの方だったっけもう魔女じゃない。ま <laughs> 頭ごっちゃいになってきました。人くんはマリアの方だけなんかな魔女もちゃんと食いよったんかな二人で半分こしよったんかなもうそんな半分ことか考えたくないけどな。丸がれで。そんなわけで。 <laughs> 何気にヒースも一緒に飛ばされたんじゃ。ヒースも食うんかな。うん、うん。ベル一人ぼっち。また真っ赤な場所おい大丈夫なんかおいベル、ベルちゃん、ベルちゃん。大丈夫よヒース。ありがとう。よかったよかった。ったハンスがいない。どうすればいいのかな 足を押そうさすがこんなもん、足を押そううーん、なんでちょっとだけ探索に時間がかかりそうなタイプのやつや。<laughs> とりあえず右下のラブレターっぽいんがあるんで、それを調べたら今回は終わりにしよう。開封済みの手紙が落ちている。ヨハネス様、先日ご相談いただいた妹さんの変色の治療についてお返事いたします。 偏食っつったら、もしかしてあれか。さっき言うた、え偏食なんはマリアか。マリアの兄のいアテッドの手紙みたいな感じか。なんでここでマリアさんのことが出てくるんか知らんけど。ヨハネスっていうやつの妹がマリアみたいな感じなんか。<laughs> 今のところ、変色に対する効果的な治療法は見つかっておりません。う生まれつきの症状となれば、 生活習慣の見直しによる治療でも期待はできません。偏食であっても妹さんが健康な状態であれば彼女の望む食事を与えることが一番いいことと思われます。だからか。だから子供をさらってまで肉食いよったとかそういうことか。兄が協力しよったんか。マリアのその変色に関しては。 だから子供をさらってくる感じなんかな。お力になれず大変申し訳ございません。バカ野郎だとしたらバカ野郎だヨハネスってやつも、マリアってやつも。だからといって人の命を食らいついて理由にはならんぞ。ヨハネス、ハンスのことだね。おい <laughs> ヨハネスってハンスのことだったん。あ、そうか。 そうじゃ、ハンス、ヨハネスって名前だったな。冒頭でヨハネス、ハンスでいいって、なぜかヨハネスって名前なのに、ハンスって呼ば,呼ばせよったもんな。なんなら、ハンスって名前に何の意味があるんだ。えな、ー、何これ。ハンス、えー、ハンスも一応妹の人を食うっていうことは分かっとったんじゃ。つか、えー、マリアと、 んマルガレーテ両方とも一組タイプの人間だったんじゃ。利害一致したんじゃ。だから影武者として雇われたんじゃ。<laughs> なんか繋がった。今のですごい繋がった。<laughs> ハンス、マルガレーテのこと、お医者さんに相談してたんだ。うん。一応相談はしとったんじゃ。手紙があるんで、ちょっと手紙の手前に来てからセーブと。所持品なんかあるんかな、これ。チョコレート持ってるやん。<laughs> これハンスが戻ったやつやん。なんかベルちゃっかり盗んでる <laughs>。ハンスの主食って言ってるし、ハンスの主食って分かっていながらもう <laughs>、奪ってるし。<laughs> バームクーヘンってマルガレーティのピアスもちゃっかりいただいてる <laughs>。いつの間にやん。すごいな、この子。 新宿とかと人混みの多いところで推移できるタイプじゃないか第六章兄弟ほんと兄弟っぽいストーリーになってきたもんねというわけで今回はここまでえーとこの立ち位置だったらヒースはこ、ね、皆さんには見えませんがここでワイドさせていただきますご視聴ありがとうございました仕あげ やっとがこわったーじゃあ早く帰ってパソコンするぜ今日は何しようかなそうだ刹那な圭介の動画を見ようさつな圭介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ俺の気持ちでースパークー